おはようございます。ジャスト株式会社代表関正樹です。今回ね、子育てについてなんだけど、前回ね、子供と親の関係は対等がいいんです。じゃないとどっちかの上と下になろうとする、上下っていう関係を作ろうとするとひっくり返される、こう抵抗がかな、ひっくり返したりひっくり返す抵抗が起こるんで、ストレスも多くなって、そういう、よくないですよって話したんですが、でもそんな子供信じられないよって話だよね。子供、親、大人の方が偉くて、子供は偉くない決まってるって考えるし、まあ、いますね。ほぼでも多いんだよね。で、それ大人の考え方だって、ちょっとね、神様の視点に立ってみましょう。神様の視点。神様の視点で、しかも神様が会計帳簿を持ってたと。するよね。そんな神様いるか分かんない。バランスシートって聞いたことある？貸借対照表。それは何かっていうと、借金、お金が、資産がありますよと。で、違う、資産がありますよ。お金じゃない、資産か資産ね、お金も資産がありますよと。それで借金がありますよ。で、ここに純利益っていうのがあるんだけど、大体これが一致するんだよね。で、お金持ってました。持ってるけど、ちょっと待って、お金も、まあいいや、要はね、例えばこれと同じようなもんで、例えば赤ちゃんって何持って生まれてくる？時間時間持ってくでるよすね。ね。時間、たっぷりの時間あるよね。で、でもこう、後のものほとんどない。体とかいろいろあるんだけど、後のもの何もないんだけど、多分これ100とするでしょ。で、時間を何かに変えていくわけだよね。時間減ってった分が体験に変わったりするんだよね。そうするとここ80だよ。プラス80だよ。で、またどん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 減ってって、また積み重なっていくだけの話。経験だとかいろんなものに変わっていくと思うんだよね。そうなっていく状態が、大人と言ったら変ですけど、年を取っていくってことですよね。で、プラは100なんだよ。ここの相殺するとね。なので、そう考えると、なんていうかな、同じじゃないのって話なんだよね。ただ持ってるもの違うだけで、こっち右側と左側のバランスをトータルすると100になる。たまたま、なんか稼ぐ力が、たまたま、なんていうかな、お金を、で、世の中のものを換算すると、子供っていうのは、なんていうかな、もしかしたら邪魔なものになるかもしれないんだけど、で、か、あの、要はただ金稼げないもので、仕方なしに面倒見てやるものになるんだ。でも、そういう視点で見るんじゃない、もっと視点高くすると、こうですよって、そうなると平等だよねって話なんです。一つのものの見方なんですけどね。そう考えると、大人も子供も全ての人は、なんていうかな、こう対等のもんじゃないかなって考えられますね。どうもありがとうございます。ありがとうございました。